はい。では、いろんな文章を数式に翻訳する問題やっていきましょう。以下の定性的表現を数式で表しなさい。定性的表現とか書かれてるけどね。要はもう文章で表してるこの内容を数式に翻訳してね。まあ、そんだけの意味です。カッコ1からやっていきますよ。時刻 t1 から時刻 t2 までの間の 1xt の変化を変異デルタ x という。 これすごく大雑把にこの文章を見ると、なんとかかんとかを、なんとかと言うとね。まあ、そんな文章になってます。ここが A ね。で、ここが B ね。A を B という。A を B という。で、これ日本語。 の表現だけども、これを数式に変換するときにはね、数式を翻訳にするときは、B イコール A とこういうふうに書けば OK です。はい、ちゃんと書いていきましょう。えー、っと、B の部分が変異デルタ X やから、デルタ X イコール、はい、A の部分いきますよ。時刻 T1 から時刻 T2 までの間の 1XT の変化。で時刻 T1 における位置と。 時刻 t2 における位置がある。変化を表すときには、どっちからどっち引いたらいいんやろうね。これ必ず決まりがあって、後の両引くはじめの量ってやってください。あとってことは、あとは時刻 t2 における位置ね。引くはじめの位置ね。時刻 t1 における位置ね。必ずこれもうルール守ってね。あとの量を引く。 はじめの量。これで変化を計算します。これはあの1だけじゃないよ。もうどんなものについても何かの変化を計算するときにはこのルールを守ってください。で、このルールを守るとね、ええー、ことがあるんでね。例えば、デルタ X が、この変異がプラスやったとしましょう。プラスってことは、後の方が大きな値やったってことね。そうすると、ちょっと1を こうやって数直線に表すとしてここまあ原点どっかに決めました最初の位置がここやったとするよ時刻 t 1における位置ねもし変異デルタ x がプラスであれば後の量 x t 2の方が大きいってことやからあなんやじゃあここの時刻 t 1における場所よりももっと この x 軸のプラスの向き、この矢印がい、ね、プラスの向きを示すからすごく大事だよ。プラスの向きに何か物体が進んだねって分かるし、もしデルタ x がマイナスやったら、後の量の方がちっちゃいってことになるね。はじめの両の方が大きいんだよね。ってことは、あなんや、最初、時刻 t1 ではここにおったけど、 座標軸と逆の向きに進んだねってこ,とがわかりますこのようにプラスマイナスの値変異のプラスマイナスの値が移動をどっちの方向にしたかっていうね大事な情報になる表すことになるんでねすごくこの順番を守って変化を計算するのは大事ですさあ 次、カッコ2番行きましょう。カッコ2番。時刻 t1 から t2 までの間の 1xt の変平均変化率をデルタ x 割るデルタ t で表す。これも大雑把に見ると、なんとかかんとかをなんとかで表すこんな感じね。ここが a の部分。後ろが b の部分。さっきとほんのちょっと日本語表現違うだけで、まあほぼ同じね。 A を B というっていうのが、カッコ1の日本語表現だった。今回は、なんとかというというのをなんとかで表す。まあ、こっちの方がちょっと厳密な感じの、厳密な言い方やけどね。基本的には、カッコ1であろうが、カッコ2であろうが、B は A なんだよっていう書き方にします。んで、まず B の部分書くと、デルタ X÷ 割るデルタ T はって書けばいいのね。 これ等式書くときにねなんかいや、統合っていうのは等しいって意味なんやからどっちの右辺と左辺どっちをどっちに書いてもいいんやないかっていう人よくおるんやけどねです、この統合っていろんな意味があってねただ等しいだけじゃないのね。これこれこういう内容のものをデルタ X と定義しますとかいうときには今言った順番で書く必要があります。 イコールにはいろんな意味があってね、その時々においてちょっと微妙に意味が違うんだけども、その意味をちゃんと捉えながら使うのが大事ね。ここは、このカッコ1番、カッコ2番で出てくるイコールは定義を表すわけね。定義を表すときには右辺に定義内容、左辺にどんな記号で表すかっていうふうに書く必要があります。さて、 この A の部分書いていきましょう。T1 から T2 までの間の 1XT の変化なんだけど、平均の変化率に変換します。まず変化のところにまず注目して書くと、そこはさっきと同じね。後の量引くはじめの量。これをある量で割ることによって、平均変化率に直すのね。 平均の変化率で直すためにはこれ一体どんだけの時間でこれだけの変化が生じたのっていうのを求めればいいわけねかかった時間が後の時刻引くはじめの時刻なんで t2 引く t1 これで平均変化率出来上がりねはいカッコ3番いきましょうカッコ3番ちょっと違う問題でよさっきまでと ある物体の体積 V が時間とともに減少している。グラフを書きましょう。横軸、時間、縦軸が体積。減少の仕方はね、どんな減少の仕方かは書いてないよ。もう直線的に V がこう減ってるのか、ちょっとうねうねしてるのかよくわからんけど、とにかく時間とともに減少していると。ね。さ、これを表すには、 いろんなやり方あるかもしれんけどね一番シンプルな方法を考えますはい体積 V の時間変化率 DVDT ね体積 V の微分ねこれがどんな値やったら減少してること減少してるってことを示せるえー、っとどんな時刻においてもこの接線の傾きが右下がりである必要あるよね 言い方を変えたら、この DVDT が常にマイナスであれば体積 V はずっと減少し続けてるってことになるよねというわけで括弧3番についてはこんなふうに書けば OK ですはいどんどん進みますよある物体の温度 T は時間 T によらず一定であるうん温度 T が 時間 T によらず一定これいろんな回答出てくるかもしれませんね例えば温度 t が一定やからこれでどうやとねただしかっこ c は定数、うん、これはねうんペケとは言いにくいけどちょっと丸とも言いにくいねなんかちょっとあんまり良くない回答ですよなんでかわかります この書き方やとね何かある物体があったとするでしょんどんな物体でもいいかこんな物体があったとするでしょなんか細長い棒みたいな物体ねでこの物体に沿ってこうまあ x 軸をこちょっと作っおくことにしましょう原点はこのヘリとかでもいいですよさあ t=c って書いた時にはもしかするとこのさっき書いた数式の意味はこの x か0のところでもなんか 1cm のとこ原点のとこから右にず1センチずれたとこ 2cm ずれたとこ 3cm ずれたとここのどこの点においても温度が一定ですよという意味にも受け取れるよね。問題文にはね時間 t によらず一定って書いてあったんよだから温度 t が 1x によらんで一定なんだっていうんじゃなくって 時間 t によらないで一定なんだっていうことをちゃんとこう表現できるような式にした方がいいですね。ってことは、温度 t の時間変化がないんですよって書くのが非常に正確で、かつ分かりやすいよね。これね、ここに dt ってあるからね、時間 t に対する温度 t の変化がありませんよっていう式になってるから、 カッコ4のこの日本語をよく表した式は今書いた式であるというふうに言えます。そういうわけで、さっきここに書いたのはちょっと三角ね。うん。ちょっと丸はできないですね。はい、カッコ5番いきましょう。カッコ5番は、ある物体の温度 t が時刻 t0 に極小値または極大値になる。ってことは、 時刻 t に対して温度 t が何かこう変化しますと。それで何か極大値、まあ、もしくは極小値をとる時刻を t0 とします。これは簡単やね。温度 t を時間 t で微分します。で、ちょうど極大値もしくは極小値をとる この点において接線の傾きを考えたらこれ傾き0になるよね。っていうことはこれが t=t0 において0になります。これで OK やね。ちなみにね物理系の,あの学問で数式書くときねこうやって時刻 t で微分する時っていうのはしばしば t ドットと書きます。 角とこれ t ドットと dtdt ねこれ同じ意味ねだからさっきのカッコ4番の答えは t ドットイコール0って書いたって構いませんカッコ5番の方いきましょう今ちょっとごちゃごちゃっとした書き方したねこれをもっとシンプルにラージ t カッコ t0 これ微分ね イコールゼロ、まあ、こんな風に書くとシンプルでいいですねでもどちらも回答として正しい答えですはい括弧コ6番いきましょう括弧コ6番はある物体が一定の温度 t0 の高温層にあるとするなんか温度を一定に保たれているうーん,なんか高温層っていうのがあってその中にある物体がポシャンと入っているわけね 周りの温度 T0 ですこの時物体の温度 t は t0 に近づいていくあまあそりゃそうやねなんか中にこう金属球かなんかポシャーンと入れると最初は周りと温度ね周りの温度 t0 とは違うんだろうけどもこの t はだん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  t0 に近づいていくよねさてその時間変化率は温度差に比例する その時間変化率は、その時間変化率は、温度差に比例と。だから、温度 t の時間変化率。これは、温度 t の時間変化率は、数式にしたらこうだ。これが温度差に比例するんだって、温度差に比例する t-t0。こんな感じかな。で、 よくね、こうやって比例の記号をこんな,なんか無限大の端っこちょん切ったような記号を使って書くけどね、もっとちゃんとした式にしましょう。ちゃんとした式ってのはなんか変な言い方だけども、統合を使った式に書きましょう。統合を使った式にするにあたって、えー、っと、dtdt イコール比例するっていうんやから、なんか比例定数持ってきてね。 こんな風に書くことにしましょう。ね。さて、人によってね、この式を、もしかしたら、温度差っていうところ、こんな風に書く人もいるかもしれんよね。さあ、どっちが正しいんやろうね。どっちが正しいんだろうか。で、もちろん、ここの定数、比例定数、k ね。 いや、これプラスでもマイナスでもええよっていうことにしたらどっちだっていいってことになるよね。でも、物理現象として今、ここの物体、こいつの温度がね、t0 に近づいてくれないとおかしいことになるよね。逆に、まあ、なんか50度ぐらいのね、あの、お湯の中に10度の金属球入れました。その金属球はどんどん冷たくなっていきます。そんなことがあったらおかしいよね。そういう、 物理的におかしい現象がちゃんと排除されるような書き方をちゃんとすることを考えましょう。で、ここに比例定数 k とあったけどね、これは今プラスの値としましょうね。でここで、k は、 なんかマイナスの定数とか、ね、考えてもいいんだけどここで K は負の定数であるとか考えてもいいんだけど負の定数ってなんか本能的に分かりにくいね。 なんかマイナスの数っていうのはねなんかこう本能的になんかミスを犯しやすい何か分かりにくいところがあるんでできるだけ使わない方がいいですもちろん必要なら使わないといけないけれどもちゃんと正の定数を定義することで議論ができるんだったらわざわざここで K は負の定数ですなんてやらん方がいいですよさあ K は正の定数であるとしましたさあどっちがいいですかよく考えて どっちがいいですかっていうときに、上、下ね、どっちか決めてください。いいどっちえっ、ー、と、ちょっと聞こう。聞こう言うてね、ビデオやからね、別に答え合わせできんけどね、あの僕が何とかく間違えたとか言えんけどね、自分としてどっちがいいと思うか必ず心に決めてください。上がいいですか下がいいですかこれじっとね、 式だけ見てても分かりにくいかもしれないんで、ちょっとグラフを変えてみましょうね。えー、っと、少し上のところを消して、グラフを変えてみます。物体、物体の温度 t がね、時間とともにどう変化するかってグラフね。で、t0 は何かっていうと、周りの温度。 周りの温度っていうのは、高温層の温度ね。高温層の温度っていうのは、まあ、ほとんど変わらない。って仮定するのが大原則。ね。そうじゃないと高音速、高温層、高温層の意味がなくなっちゃうもんね。t0 と。はい。もし、上の立場になったとき、これは妥当かどうか考えますよ。 ラージ t が物体の温度が高温層の温度より高い場合考えます。ってことは、スタート地点がこの辺ね。そうすると t、t 引く t0 はプラスだね。t 引く t0 プラスだね。k もプラスだよ。プラスかけるプラスはプラスです。ね。正の数かける正の数は正なんで、 ラージ t 温度の時間変化率も正ってことになるから、プラスってことになるから、温度はこの後上昇するってことになるよ。ね、この一つ目の式の場合ね。ちなみにこの辺からスタートだとどうなる何を言いたいかっていうと、高ーム層の温度 t0 よりも低い温度からスタートね。ラージ t の方が t0 よりもちっちゃいんだよ。 K はプラスです。今 t-t0 はマイナスになります。だから右辺の値はマイナスになります。ってことは、どうやら物体の温度は減っていくよね。だって、時間変化率 dt/dt がマイナスになるんだからね。これはおかしいよね。高温層に入れたとします。 50度の高温層に入れた60度の物体の温度はその後どんどん上がっていきますけども40度のものを入れるとどんどん冷え込んでいきますこれはいくらなんでもおかしいねはい二つ目いきましょう二つ目の候補の式はこれでいいかどうかよく考えますよ二つ目の候補の式用意ドンのところの温度この辺としますよつまりラージ t が t0 よりも大きいとき考えます そうすると、ラージ t が t0 より大きいんだよ。この部分マイナスだね。k はプラスだね。右辺はマイナスになります。つまり t0 より高温層の温度より物体の温度が高い場合は、だんだん、だんだん、減少しますよ。温度は減少しますね。逆の場合行きましょう。今度は、この辺スタートね。 t0 よりも高温層の温度よりも物体の温度が低い場合、k はプラスです。カッコの中もプラスになります。右辺はプラスなんで、物体の温度 t の時間変化はプラス。ってことは上がっていくで。これずっとこうね、だん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  t0 に近づくようなグラフになりますよ。というわけで、答えは、 二つ目ということになりますね今さーっとねだんだん近づいていきますよって言いました本当かかなと思う人がいるかもしれませんこの辺の厳密な議論はですねそのうち微分方程式のお勉強をしますのでその時にまた丁寧に説明いたします。